ドブイ通りの店舗スカジャンとは、光沢のある河川の差しこちで作られ、背中に大型で派手な刺繍が施されているスタジャンに、似た形状のジャケット。第二次世界大戦後に、日本を占領する、連合国軍として、横須賀周辺に駐留したアメリカ軍兵士たちが、自分のジャケットに、和風の刺繍を入れてもらったのが始まりで、日本発祥の洋服と言われることもある。 ファッションの象徴の一つとして、現在では、幅広い年代に愛用されている。第二次世界大戦後間もない頃、横須賀米軍基地で、日本中流のアメリカ軍兵士たちが記念としてはし、虎、竜などのオリエンタル柄や、自分の所属していた部隊や基地などのエンブレムをデザインした刺繍を、テーラーショップにオーダーしたのが始まり。最初期のものは、米兵がおのの持ち込んだ。 雑貨山の生地を染色し、ジャンパーに仕立てた後、刺繍職人が希望の刺繍を施す完全オーダー品であった。戦後、アメリカ軍兵士たちの間では、土産物のジャケットを意味する、スーベニールジャケット、スーベニアジャケットなどの呼び方で親しまれた。1960年代頃から、スーベニールジャケットは、スカジャンと呼ばれるようになった。由来については、以下の二つがある。 なお、定番の鳥の刺繍は、和紙なのかカなのかで議論になることもあるが、横須賀の老舗ショップでは、一般的に、カと呼ぶ。また、ジャンパー本体は黒やグリーン一色であり、ミリタリー調になったスーベニールジャケットのことを、ベトランと呼ぶ。スカジャンには、サテンとベッチンという二つの生地が使われることが主流である。サテンには、レイヨン、アセテート、ポリエステル等がある。 シルクが使われているものもある。防寒性を高めたスカジャンによく使われるキルティングは、スカジャンを作る時の材料不足を補うための苦肉の策から生まれた。シルクと同じように当時は、綿も豊富になかったので、防石工場などから出る綿くずを固めて足りない、分の綿を補ったのだが、これでは真綿のように絡み合うことがないため、着ているうちにどんどん下の方に、 中身が落ちてゆく。それを防ぐためにダウンジャケット同様のキルティングが採用された。ありがとうございます。